ナスジャスト株式会社代表関正樹です。日本のこの20年20数年間こう GDP が他の国ではものすごい伸びた国があって、はい、日本だけこう低迷してる、はい、むしろ減ってたりするんだけど、はい、これなぜかっていう話で どうも日本人の同一性に問題があるんじゃないかなっていう、うん、価値観、マーケットの価値観が多様化してるので、はい、大きなプロジェクトが少なくなってきて、うん、まあ、みんな求めるものが小さなプロジェクトで済むようになる。そうすると発想力の、はい、発想の数が問題、はい、アイデアの数、それを実現するスピードが問題になってくる、はい、どうも日本じゃそこが苦手なので、はい、どうもそこでダメになってきたんじゃないかなって話したんですけど、はい、うん、でもそれをちょっと解決する方法がある、はい、まあ、とにかく多様な人種入れりゃいいかって話でもないんじゃないかなと。まあ そういう問題じゃなくて、はい、アイディア、例えば10人いたとすると、はい、アイディアの出る人ってどれぐらいだと思う？1人か2人で多分、はい、でこの人たちがほとんど 80% ぐらいに、はい、あ、まあ、ここら辺、はい、うん、はい、この2人の人が大体これ 80% にはい、のやつ発想するよ、はい、しかもいいやつ、はい、であと相手は出せっつっても、うん、20% のしょぼいアイデアしか出せない、はい、うん、やっぱねこの人をこのでこの人が実行力があるかってどう一概に言えないよね。言えないですね、はい、一概に言えない。で大概この人が発案だからやらせたりするんだけど、でこの人アイデアあるんだから、でこれを縛りつけちゃダメだね多分ね。でも多分日本の経営は発案者イコール実行者だから、はい、うん、でおそらくここら辺に発想力はないんだけど、はい、実行力があるやつは多分いるんだよね、はい、うん、でこの発案と実行者を明確に分けて、はい、あれで分業化することだな。で、あともう一つは発案者がどれだけこう伝える能力があるか、はい、こっちにね、あと伝える能力プラスこの情熱なんかも伝えなきゃいけないな、はい、うん、しかも実行者がいかにこれを理解するか、ね、この二つにかかってるな、はい、で、発案者が実行に携わっちゃうと、はい、どんどんいいもの出てきても、はい、潰していくことになるから、はい、うん、ここら辺にも改善の余地があるかなと、うん、はい、いう話ですね。で、やはりあとね、発案者と実行者を、で発案者はある程度視点が高くなくてはいけない、高い視点を持たなきゃいけない、はい、である程度例えばやってる業務からある程度距離を置かなきゃいけないね、はい、うん、まあ、台風の目のようなもので、はい、台風の真ん中がこの目のところにいると何が起こってるか分かんない、うん、でも離れれば離れるほど何が起こってるか分かってくる、はい、で大概の場合発案者と実行者が同じ土俵にいる、はい、うん、でこれはあの働き方を全く変えなきゃいけないね、 これね、うん、この人たちはね、うん、はっきり言ってこの人たちも自宅でもいいかもしれない、あ、うん、はっきり言ってこれ会社の外の人でもいいかもしれない、はい、うん、いう話なんだよね、うん、で社内で発案と実行者をもう全部ごちゃ混ぜしちゃってるっていうのがあって、はい、ここに、ま、日本的経営 のちょっと改善する余地があるかなというふうに思ってますね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。